ダレヤミテレビ一世をめぐる旅、まず一番初めにお参りするのは猿田彦神社です。行ってみます。はい、猿田彦神社の、敷地内に猿目神社というのもあります。これは天のうずめの御子と女の人、あの人を祀っているとおりですね。で、猿田彦神社っていうのは猿田彦、道開きの神様で、神武天皇を、導いた、道案内をした神様ですけれども、伊勢神宮を作ることになった大和姫をこの地にやはり、道案内をしたのが猿田彦と言われているので、ここを一番最初に来ました。ただいま、本殿を直し中でございました。